はい、山本千代でございます。こんにちは。えー、皆さんチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。 ということでね、今日朝からずっと会議をしていて、喉がガラガラになっちまって、皆さん聞きづらくて申し訳ないんですけれども、どうも解散らしいって話になってですね、なんか非常にこう、まあ、大騒ぎになっていて、こうね、これがどうしようかな、みたいな感じでね、皆さん調査やったりとか、えー、選挙区回りやったりとか、お金集めしたりとか、まあそういうね、日々になるのかな、なんてことを思ったりするんですけれども、まあ、トリガーは皆さんね、えー、ほどでもご存知のようにですね、えー、立憲民主党の枝野幸男さんがですね、まあ、あの、不信任案を出すと、内閣不信任案を出すというところで、 まあそれに対してその、ね、自民党が猛反発をしているというところが一つ大きなそのまあ流れではあるんですけれどもなんで反発しとんねんというのが実はよく分からないんですよね。 ああのー、まあ、ね本当、森喜朗さんが出てきてくれたおかげでこうねなんか下り最速気味になってった菅総理の支持率がまあ40前後にこうまた戻っちゃったりとかしたのでなん菅さんでいけんじゃんみたいな雰囲気になっているところもあると思うんですけどもただその今、本当にこう政局の真ん中の話題はもう二階俊っていう,こう自民党のよく分かんない幹事長が、ね、ガッと握ってるわけですよ。<laughs> で 言っておることなんていうのは、まあ、こう日によって違うしあとまあちょっとねこうまあ非常にこうまあお年を召してるんでねまあそういう感じのことをおっしゃる日もあればもうピシッと今日はねこうまああのもう物事をねはっきり言うみたいなそういうこう何ていうかこうブレがあるわけですよねで。そのブレの中でみんなねもうああでもないこうでもないっていうような形でその翻弄されるっていうかそのまあ 振り回されるわけですよねでもう今回は特にそうなんですけれどもえ今回そのね、えー、まあまあそ,それこそねあの衆議院の解散総選挙っていうのはえ総理大臣であるその菅義偉さんの選挙事項じゃないですか菅義偉さんがやるんやって言ったらやるんや あのやるんだと、でそれにおいてはその選挙の責任者である幹事長が。責任を持って選挙を行うっていうのはまあ一つのね、座組なんですけれども。ちょっと前にこう吹いてたね、こう菅義偉さんと二階俊博さんの間でのまあ確執みたいなものが。まあいきねな,なくなくなってですね。なんか突然挙党一致でこう選挙やるんやみたいなモードになってです、ね。もうなんだかよく分からないっていうね、まあ、正直そういう感じなんですよね。ただまあ直近でまあいくつかね、えー、まあ報道でも出てますけれども、自民党も他の政党も一生懸命。えー、情勢分析。 をやっている中で言うとどうもやっぱり20か25議席ぐらい普通に選挙やっちゃうと自民党議席を失いそうだってのは見えてくるんですよねであの議席なくなっちゃうの分かって,て選挙やるのかいというようなことでやっぱりこう菅義偉さんを上に持ってきたまま選挙やるのは難しいとと言ってるのもまあ一つの数字としてあるとでもう一つの数字はやっぱりその選挙でやっぱり下駄を吐くのはですね公明党さんとまあ、連立だからだからですよね でその公明党さんはやっぱりこう、まああの、都議会選挙って非常に重視しているわけですけれども、その都議会選挙を7月に控えてですね、その前の例えば5月23日にですね、解散・総選挙の投票開票日がありますってるうのと、まあ、大変なわけですよね。で、まあ、そういった点でいうとその、ある意味その、下駄を吐いて吐き潰すものだみたいなことを自民党の人が言うとですね、その公明党も怒るだろうし、その公明党は公明党の考え方がある中で、えーまあ、連立やめますとでは言わずとも、もその、まあ、んやっぱりいろんなハレーションをね、 えーまあ、起こしたりとか、もしくはその公明党側の要求をねいくつかその求めるというようなことで、ですねまあいろんなこう隙間風が今度、その自民党と公明党の間に吹くでしょうと、でそうなってくると、がこう維新の会がね、えー、そこにこう入っていって、その自民、公明、維新のその三党連立でね、えーまあ、選挙後、あの自民党がそのいくつかその議席を減らしてもやっていくんじゃないかみたいなこう観測を、二階さんの主演がこうわっと出すわけですよ、で出すとみんな、こうビビるわけじゃないですか。 え、維新と組むのみたいないう話になるとですね当然こう今まで、まあ、どちらかというと穏やかなリベラルの中でもこう中道の人たちがやや自民党側を支持してたっていうのがあ,あってですね、まあ、そこがごっそり剥げ落ちる可能性があるんですよねで剥げ落ちちゃうとやっぱりこう、まあ、自民党化するとその、まあ、長期の,その、まあ、政権運営の中でいうとその本来支持するべきだった人たちを維新とかに奪われちゃうことになるので,です、ね、それはやっぱりよろしくないっていうことになるわけですよね なのでやはりそのまあ選挙の読み筋はいくつか今もう出てるんだと思うんですけれども、現段階ではそのお内閣不信任案をですね枝野さん仮に出したとしても、いきなりは選挙にならないんじゃないかというような見方が今、大勢なんですよね。大勢なんですけど、でも菅さんがそうやるぞって言ったらですね選挙になっちゃうんですよ。で、ここでもう一つ、これも報じられるんで言っちゃうと、ですねえまあ前の総理大臣であったその安倍晋三さんと菅義偉さんの間で、 一つこうね話し合いみたいなものがあってですねまあ選挙やったらということをですねえ菅義偉さんからかなり言われたとで菅さんに言われた内容もですねまあ,あ,のまあ,ある意味理にかなってるというかあの何のためにこう最小の椅子に座ってるんだみたいなことをなんかかなりこうねえあの安倍さんが言ったらしいとでそれによってそのまあ菅さんもねはいそうですかとはまあいきなりは言わずによく考えますというような形でまあ持って帰ってるんだけれども ただやっぱりその政権運営とかまあ今やってるね非常に重要な法案のメドがついたらまあ解散もまあやむなしという方向に動いてるんじゃないかみたいなことを言ってる人が出てくるわけですよね。でそうするとそのがぜお金集めをしなければならない情勢分析も真面目にやらなきゃいけないっていう話にどんどんなってくるじゃないですか。で、まあ、<coughs> まあ僕らもこうまあ何て言うのいろいろ調べてくれとか、まあ、どこの選挙運はどうでとかってまあ言わしてもあの、まあ、今回特にそうなんですけれどもその公明党と自民党の間でどのぐらいこうちゃんとね 選挙協力ができるのかかまだよく分かんない、まあ、もちろんやるんでしょうけれどもその流動ってどのぐらいなものなのかよく分かんないであとその維新の会と自民党側でその候補者調整本当にやるのかどうかってもよく分かんないで多分やんないだろうとでやんないだろうとした時に、まあ、維新はそれなりにこう、まあ、票を取ったとしても、まあ、大躍進にはならないですねとで大躍進にもならない維新の会と、まあ、将来そのね連立を組む前提でそのまあ公明党さんがどういうこまでこう納得してくれるのかみたいなところがあるとですね、まあ、それはまあ非常にこうね じじりりすするわけですよさらにこう野党側で言うと、やっぱりその直近の支持率は冴えないんですけども、あの選挙で、ま、えー、まあ、まあなんていうかな、こう有権者の人たちにあなたはどこに投票する意向がありますかとか、あとまあ一つ重要なまあ質問として、その特にアンケートでやるんですけども、前回投票しましたかと、まあ、この2つをまあ聞くわけなんですけども、そうすると、がぜ野党強いんですよね。でああのまあ要は 普通に自民党が単体でのその支持を聞かれると断トツなわけですよ。まあそれこそその政党支持率で35から40ぐらい取るような、まあ、地域もあるわけですよね。一方で、野党っていうのはその、まあ、良くて9とか、で、地域によっては3とか、2とかっていうその、まあ、立憲民主党のちょっとこう、地盤の弱いところがあると、その、途端に全く戦いなさそうな数字になるわけですよね。ところが選挙であなたは誰に投票しますかと。 あの与党の側に,に投票しますか野党のに投票しますかってやるとがぜん野党は伸びるんですよぐおっとそのこ,のこ,のこの幅何っていうぐらいに <laughs> 野党に投票する人が増えるわけですよねでそうするとやっぱりこう野党連立候補っていうのはできるような選挙区だとやっぱり互角以上の戦いをですね与党の,との中でやっちゃうわけですよねなのでそのまあそれこそ立憲民主党も国民民主党も、まあ、共産党も侮れないわけですよねで侮れないんだけれども じゃあそ,のそこの枠内でじゃあ次のまあ展開として何をやるんだっていうようなことになるとそのやっぱ候補者の弾とかもしくは政党のしがらみなんかがあるとですねまあなかなかそこから上積みが難しいってなるとですねあのどの調査をしても与党は嫌だ自民党に投票したくないんだけれどもえ立憲民主党も支持してないんですよでそういう人たちはその彼らにその政策的に何を期待しますかっていう何も期待してないんですよね。 でそれってやっぱり有権者がすると非常にこう残念なことっていうかね私たちの一票はどこに行くんやってことも含めて考えた時にまあなんていうの,その解散して本当にこうねこう国民の気持ちがちゃんと民意として政治に反映されるのかっていうところはまあ非常にな、まあ、難しいというか悩ましいものなわけですよねなのでその今すぐ選挙だったらどうかっていうよりも以前の前以前からずっとあるその構造の問題っていうのはまあ言えるんだろうなと思うんですよああのまあ、我々ここをいかにこう、ね 特定の政党を支持していたとしても、自分たちの選挙区にはですね公明党と共産党しか立候補しない選挙区とかあったわけですよ。今回、ちょっと石の海出るみたいですけど、3人になった時にそに、自分はじゃあ例えばその自民党支持者ですと言った時に、どこに投票するねんと、本当に公明党に投票していいのか、いや、でも自分の政治信条で考えたら、威信だみたいになるとか、もしくはその与党に対するそのね反発でこうやっている人たちからすると、与党を実際に抑えているのは公明党なので、公明党に投票するのか、もしくはその共産党みたいなね、もうはっきりとした 政権批判表として、まあ、投じるべきなのかみたいな、そういうようなこうジレンマになるわけじゃないですかで。そういうジレンマって、本当にこう国民のこう、なんていうかな、こう気持ちだとか、考えだとか、政策を反映してるんだっけ。っていうことは、もう一回見直していくべきなんじゃないのかな、なんてことは思ったりするわですよね。 で、まあ、まあ次か次の次で出てくる話で、まあ今のうちに言っておくのは、ですねやっぱりこう、地方の有権者の数がものすごく減っていく地域があります、でそれはもう、本当にその参議院はね、47都道府県の代表まあ送り出すみたいな意味合いがあるとしても、ですね衆議院に関しては、都道府県の枠を超えて、どんどん5億をしていかなきゃいけないわけですね、でその今、5億をどうするかっていうことで、まあそれこそすったもんだをしているわけでございます。 で、まあ、これは本当に、こう、まあ、あまあ、僕らもね、どこがどういうふうな形で合併するのかって、まあ、なかなか悩ましいんですけど、まあ、次の次ぐらいに多分、まあ、4増11減とかやるとですね、議席の数自体がごぼっと減るわけですよね。で、そうなってくると、その減らされた票に地盤、減らされた区ですね。 特に地盤を持っていた選挙区でその頑張ってきたその政治家の人たちっていうのは、いきなりこうね、国替えをしなきゃならないみたいな話になってですね、まあ、大変なことになるんですよね。でもう多分日本のあちこちでコスタリカ方式が発生するんですよ。で要はその、次はあいつ出るから次はこっちでって、こうね、順番にこう出るような話でこう頑張ってやっていこうみたいな話なんです。これは本当にこう 地盤を維、ま、持、あ、する上ではまあ非常にマイナスなのでですね、まあ、なるべくそういうことをしないようにしようっていうことで今まさに調整をしようとしてるんじゃないかななんてことは思いますね。なのでまあ、えー、本当にこうね4月末解散5月23日投開票っていうような道筋であるのであれば。 これは本当にコロナワクチンだとか東京オリンピックだとかをうやむやにした上でえで、ー、都議会選挙に近いところでやらざるをえなくなったとっいう点においてはその菅義偉さんは、まあ、ある意味追い込まれ解散だというふうに、まあ、見るしかないかなとは思います。 でもその追い込まれ解散だったからといってその自民党が大敗しない限りにおいては菅政権が続くわけですよ。まあ、この辺のこう、まあ、非常にこう、ね、デリケートなところをぜひあの皆さんその報道なんかでも見ていただきたいですしあとまあ、ね、えー、一部そのあの新聞でコメントを求められましたけれどもあのいろんなそのまあ候補者調整をやっていく中でやっぱりお金の問題というのはかなり出てくるわけですよ。 で最近はやっぱりこうお,、まあ、お金をね、蘇政権もその非常にこう,うまく作っていくプロセスなんかをいろんなところにかき立てられて、ですねそれを正面からスキャンダルでぶつけられたら持たないぞっていう議論はやっぱりあります、実際そういう話は今出てるので、まあ、なんていうのかな、もう僕らもな、まあ、何の話がどういう形で出るのかっていうのはまあ、ねえーまあ、知ってるようで知らないようでなんで、まあ、そこはどのタイミングでね、誰が出すんだ、どのバイトで出すんだみたいなことは今、押し引きをやってる最中だと思うんですけども、結構大きい球が来るんじゃないのかななんてことは思ったりもしますね。 なのでそうなってくると、その、まあ、どこかで、そのね、えー、まあ、せっかくね、アメリカで行って、日米首脳会談をやった直後にですね、その総理大臣が、その、まあ、あまあ失職しちゃう、もしくは別の人にスイッチするってあしなるとですね、それはそれでまた恥ずかしいことなんですね。まあ、うまくこうね、乗り切っていただきたいと言いつつもですね、もうちょっといいやり方ねえのかよってことを、まあ、すごくね、思ったりもしますね。はい。ということで、まあ、 えちょっとね二、えー、階俊博さんがその急に元気になった理由についてあのもしご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいという,うに選挙近かったらこうねこう若美ちゃんがね水浴びてこうブブーって増えるみたいなその本になってるのかなみたいなとを思いつつですね、まあ、ちょっとなんか僕らもこうなん,かなんか急に元気になったぞみたいな感じですよね、まあ、そんなことなのでぜひ皆さんあのこの辺の政局を見ていっていただけばい,います、はいどうもありがとうございました